おはようございます。それでは、第84回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会、準々決勝 A コートの第1試合をただいまよりお行いします。対戦チームは、パナソニック ES ブルーベルズ大阪府、三田、群馬県、の試合を、お送りいたします。この実況は、鹿児島銀行女子バレー部監督の永吉と最期賞用会 IO 監督使いました。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、伊佐山さん、パナソニック ES ブルーベルズは前年度この大会で優勝しておりまして、非常にまた今調子を上げてきているチームであります。一方では三田さんも久々のベスト8進出ということで、どういった試合運びに予想されるのでしょうか。はいですね。もう相変わらずパナソニックさんはもうミスをしない非常に安定したバレー運びをする中で、3点差としてやっぱり同じ、やっぱりリズムの中で、まあ、まずはこのファーストサーブの出だしの方からですね、ちょっとゲームの流れを見ていきたいと思います。まずは出だしのパナソニック1点目を計上いたしました。そうですね。さあチャンスどこ使うか。真ん中の、まあ、出だしとしてはやっぱり3点差としてはまずサーブカットをしっかり返して自分たちの強いパターンの攻撃に持っていくことをまず優先してほしいですよね。そうですね。うまくワンタッチ取りました。7番の大久保選手ですね。はい。ですね。これ7番の大久保選手は今年の高校生卒の1年目の選手ですかね。はい、あ。さあ大久保選手、つないだ。そうですね。まあなんとか3点差の方もレシーブでつないでいるんですけれども、得意な攻撃までにはまだ持っていていないと。まあ、そういう意味ではパナソニックさんのリズムで今ちょっと始まってるって感じがしますかね。おお、そうですね。はあ。カットが返って
ちょっと短いか。そうですね、まあ、やっぱりブロックに当てたり、あとブロックを抜いてきたり、非常にあの打ち方の方が多彩でですね、これもつないだ、これなんとか上げた、そうですね、非常にいろんな打ち方でボールを打ってくるから、やっぱりレシーバーとしてもいろいろこう考えさせられますよね。さあ点数は6対2、パナソニック ES ブルーベルズの方がリードしています。これはもったいない。そうですね、まあ、ここでちょっと阿部さん、3点の方が1回目のタイムを取りました。さあ勇さん、この今までのゲームの出だしの状況を見てどう思いますか。そうですね、まあ、本当ならばやっぱ3点差の方がサーブで崩して得意のパターンに持っていきたいというような本当の流れっていうのはあるんでしょうけど、なかなかちょっとそれが今逆の方に動いてるっていう感じでしょうか。そうですね、さあパナソニックサーブは1番船越選手が続いて打ってます。これもワンタッチ取った、ここでリバウンドを取って、結構今までの中でやっぱりブロック周りの緩い落ちるボールで結構失点を3点3としては取られてるって感じですかね。そうです、そうですね。さあゲームの点数の方は9対2でパナソニック ES ブルーベルズの方が、リードしています。まあ、サンデーさんとしてはこの辺でちょっと1点でも多くですね、点数取って差を縮めたいところでしょうけど、これそうですね、ブロックの間を抜いて、さあ10対3、1点点数の方を縮めてます。なんとかつないだ、これもブロックポイント出ました。非常に簡単そうにいろんなコースを打ち分けてくるのでですね、
あー、これもったいない。そうですね。はあ、さあここで点数を取りたいか。ちょっとうまく切り返して、はい、やっぱ3連3としては両サイドオープンの攻撃に行くまでの間にやっぱり真ん中の攻撃をうまく使いながらですね、はい、ああもったいない、そうですね。うん、伸びるサーブ、アウトにはなりましたけれども、そうですね。3番の津田選手、はい。うん、これ返した。これも上がった。さあ、チャンスボール。あ、ワンタッチなかったということで。やっぱりこうブロックを振ったときはもう必ず決めるっていうのはもう徹底して食べてますね。さあ3連阿部監督2回目のタイムアウトです。まあ、点数は14対5、点数差は、かなりちょっと開いてはきていますけども、なんとかつないではいる3連3をなんかやっぱりこう攻撃のパターンに持っていくためにやっぱりこう真ん中の攻撃をさっきから言いますけど使ってはいきたいところですね。そういえば3連の阿部監督、阿部監督は今3連さんの監督はされてますけど、その前は徴用会さんの監督もされてたと。あ、あー、なるほど。さあこれチャンスを生かしたい。そうですね。そうですね。はあ、まあ、3連さんつないでいるんですけど、やっぱり2段トスまでちゃんと持っていってないっていうのがやっぱりチャンスボールで返してしまってるコースが多いですね。うん、これはエンドライン終わりました。まあ逆に言うと3連さんの方にそういったバレーをさせてないパナソニックさんのやっぱ強さというのは、これはうまくブロックの間を抜いていきましたね。
3連サーブは5番の柴田選手ですね、身長は170センチもあるんですね。ですね。うん、ブロックの上から抜いてきました。若干やっぱりブロックのタイミングが早いですかね。はい、あ。はあ。うん、ワンタッチを取ってのこれチャンスですよ。あ、うん、はあ、さあ点数は17対7、ブルーベルズがリードしています。うん、これをこれもブロックで取った。さあチャンスです。さあこれチャンスです。長いラリーがついてます。リバウンドを取って、うん、今みたいな攻撃いいですね。はい、真ん中の攻撃を絡めてリバウンドを取って、はあ、ん、これ崩した。ニュアンスを持ってきてほしかった。あ、ちょっともったいないですね。はい、あ、ブルーベルズさん選手交代ですね。2番の重宗さんって呼ぶんですかね。それと8番の市川さんが入ります。うん、繋いだ。さあ点数19対8。うん、サーブで崩した。うん、はい、あ、まあ2セット目にまたつなげる意味ではここで1点でも多く取って流れを作っておきたいところですね。3点差としては、うん、惜しいですね。ちょっとアウトになりました。これも崩した。うん、3枚飛んで、さあ大久保選手、あ、パナソニックさんもやっぱ普通には打ってこないですからね。はあ、そうですね、結構両サイドオープンの早い攻撃には結構ブロックに割れたりとかするので、その辺をちょっと意識したトスワークっていうのも必要かもしれないですね。これも崩した。
ワンタッチ取った。あ、ちょっと短い。さあ、二段トス。あ、これも短い。さあ、二段トス。あ、うん、そうですね。うん、さあ早い攻撃。さあ、うん、これ繋いだ。うん、これもブロックの間を抜いていきました。若干今までちょっと音声の方が一つちょっとマイク入ってなかったみたいですみませんでした。これで大丈夫ですかね。あ、大丈夫だったすみませんでしたということは私が一人で喋ってたようにしか聞こえなかったということですかね。もしかして前半の私の声は全くあそういうことになりますね。21対12、1セット目はブルーベルズさんの方が転出いたしました。改めて、伊佐山監督の方に、解説させていただいてますが、1セット目の試合の方を振り返ってどのように感じましたでしょうか。そうですね、前半やはり、パナソニックブルーベルズさんの方がですね、サーブで崩して、サンデーさんを苦しめてました。そこからやはり多彩なコンビで得点を重ねていったんですが、まあ、後半ですね、サンデンさんもですね、結構2段トスの方も上がるようになってきましたんで、そこから、ブロックに当ててからの攻撃っていうのができるようになりましたんで、2セット目をですね引き続き今のみたいな後半のような戦いができれば面白くなっていくんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ後半何本かやっぱり攻撃のリズム取れて、サンデさんも、はい、ね、両サイドオープンの速い攻撃で、はい、点数取ったパターンも結構ありましたからですね、はい、その辺もやっぱり2セット目につなげる意味では、まあ、セッターのトスワークっていうのも重要になってきますね。そうですね、まあサンデさんもやれるっていう雰囲気は持てて次のセットにつなげれたんじゃないでしょうかね。あ、まあさすがやっぱりパナソニックさんなので、やっぱりサンデーさんとしては前半からずっと ついていってついていくところですね、はい、離されないことも当然、はい、絶対必要になってくると思うんですが、はい、まあ、まずはサーブで崩して、そうですね、両サイドオープンで3枚しっかりブロックをつけてワンタッチ取って速い攻撃につないでいくと、はい、そうですね、まあ、センターも両サイドも通用するとは思ってると思いますので、今のセットでですね、なんとかそこまで行く攻撃ができればと思っております。そうですね、はい、まあ、そういう意味では2セット目の出だしまた注目したいですね。そうですね、はい、
それでは第2セット、ブルーベルズの方からサーブが入ります。5番の宮崎選手、んこれ綺麗に返った。さあチャンス、これをどう使うか。うまく拾ったんですけどね。そうですね、なんか繋ぎたかったですね。まずは最初の1点ですね。リバウンドを取って、ちょっと強引に持っていきすぎましたね。そうですね、ブロックに当てようと思ったんですけど、そこに手がなかったですね。いいですね。なんとかついていけたら前半面白いんじゃないでしょうかね。サービスエースが決まりました。この試合初めてですかね、サービスエース。16番の春野選手ってお読みするんですかね。春野選手、そうですね。もったいない、オーバーネット取られましたね。まあ、3点なのでリズムを崩さないように、やっぱりこういった簡単なミスをしないっていうのは結構必要になってきますね。そうですね、特に前半これが後から響いてきますからね。ちょっとこの辺我慢ですね。そうですね、先ほどのミスの後だからですね。まあ点数を取りに行きたい気持ちは分かるんですけど、ちょっと強引に持っていくと結果ミスるパターンになるとリズムが狂っていきますから、まあちょっと我慢しながら、リズムを作っていくというのも大事ですね。ここ大事ですね。ここ前半のポイントじゃないですかね。さあチャンスボール、1枚になったら確実に決めてきますね。そうですね、点数は6対2、ブルーベルズの方がリードしてます。サーブが落ちた。これで5点差ですか。ですね、7対2ですね。もうギリギリのところですよね。これも踏み出した。早い。3点、阿部監督、1回目のタイムアウトです。まあ、点数8対2ということで、出だしがやっぱり1セット目とちょっと同じパターンになってきてますね。同じ展開ですね。ここなんとか3点差もついていきたいんですけど、ちょっとミスがですね、やっぱり最初に重なってですね、こんな点差になってしまいましたけど、もうちょっと
まあ、丁寧に行くときと決めに行くときのメリハリをやっぱりつけて攻撃したいですね。まあ、あのセンターの速いコンビをちょっと使っていきたいですね、そうですね、3点さんとしては、はい、あの辺が機能してくると両サイドオープンのブロックがある程度緩くなったときに点数が入るという、はい、まあ、そういうパターンですね、はい、前半の後半ありましたね、1セット目の後半にね、ありましたんで、あーブロックがちょっと振られちゃいましたね、あの3年さんのセッターもね考えてリズム変えようと2アタックしたんですけどね、やはり読んでますね隙を見せないのがやっぱりパナソニックさんの強みですよね。あ、これも生み出した、もうこれ以上の失点はちょっとサネさんも避けたいですね。上からですか今のはですね。サネ阿部監督2回目のタイムアウトです。点数の11対2、まあ、ちょっとやっぱりパナソニックさんの一方的なリードで2セット目も始まってますね。ですね、やっぱサーブがだん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 いいサーブになってきてますんで、強く速いサーブをやっぱりキャッチセッターに返すのはだんだん難しい状況になってきつつありますんでね、何かタイム明け後の一発目にですね、サンデーさん切り返したいですね、まあ、サーブカットちょっと崩されてますからですね。そうですね、これも崩した、あーいいですね、もう思いっきり打って点数を取りに行くしかないんじゃないでしょうかね、うん、3番、ごめんなさい、3電のサーバー14番の鈴木選手ですね、この選手も今年高校生卒業して入ってきた1年生ですね。うまくつなげてたんですけどね、そうですね、あそこのブロックフォローが欲しかったですね。うん、これもいいサーブ、まあ、これはブラックアウトを誘いました、ね、12対4、ここなんとかサーブで崩してついていきたいですね。そうですね、C コートでは同じ準々決勝で広島の松田と岐阜県のイビデントの試合が行われてますが、はい、結構いい試合してますね、点数も今競ってる感じですね、6対6ですね、あ、これサーブ崩した、さあチャンスボールどこを使うか、あ、短いけれども、あ、いいとこコースが入りました、いいコースに行きましたね、まだまだ序盤の6点差なんでね、追いつくチャンスあると思います。
さあリバウンド取った、うん、繋いだ、うん、これもすごい繋いだ、真ん中を使いたいんだけれども、ちょっと短い、繋いだ、また長いラリーが続いてます。うん、やっぱり1枚にしたら確実に決めてきますね。そうですね。点数は13対7、パナソニックブルーベルズさんの方がリードしています。これはチャンスボールになった。非常にコンビが安定してますね。そうですね。これはオーバーですね。9人制ではブロックの時はネットから手が出たらいけないというルールになりますから、はい、うん、さあ点数は15対8、なんとか3点、この辺で踏ん張って欲しいですね。終盤ですからね。うん、繋いだ、ほんとコンビが多彩ですね。そうですね。ブロックの上ですかね。うん、そうですね。三田さんとしてはもうちょっと真ん中の速い攻撃を交えてみてほしいかなと思うんですけどね。そうですね。まあそれを使わせてもらってないのが続いてるんじゃないでしょうかね。ここで使いたいです。ああそうですね、今みたいに絡めて、そうですね、いいですね、うん、さあチャンスボール、うん、点差18対9、パナソニックブルーベルズがリードしています。なんとか頑張ってほしい3点。
リバウンドを取って、あちょっとブロックタイミング合わず。そうですね、もうパナソニックさんとしては思い通りの攻撃ができてるんじゃないでしょうかね。入りましたね。入りましたね。パナソニック選手が交代しました。12番の吉川選手ですかね。そうですね、はあ、18歳の若い子ですね。さあその吉川選手に、これはワンタッチなくアウトですね。さあパナソニックブルーベイズ20-10、マッチポイントを迎えております。うん、なんとか返した。どれ使う、早い攻撃が。さすがパナソニックブルーベイズ、ね、強さを見せつけた試合になりました。まあ、この試合振り返ってどうでしょうか。そうですね、やはり1セット目も2セット目もですね、前半ですねパナソニックさんがサンデーさんに攻撃をさせない、サーブを打ったりですね、多彩な攻撃で苦しめたところでですね、前半差がつきすぎましたね。そうですね、まあ、これで、パナソニックブルーベルがベスト4進出ということになりました。瀬山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。